はい、どうもいいです。昨日ね、初めてプロスピのペナントの動画上げたんだけど、プロスピを買って初めてペナントやったんだけど、とりあえず、まあ、ペナントもいいんだが、対戦も一回やってみたいと思って、今日はちょっと対戦の動画を上げてみたいなと。プロスピ2019初対戦だから、プロスピやるのは PSP の2010年以来とかなのかな。9年ぶりぐらいにプロスピやります。確か2010とかあった気がする。プロスピそれ以来のプロスピですね。9年ぶり。確か栗原が広島で4番打った頃だから、確か2010年だと思う。それ以来のプロスピやってみましょう。また明日ペナント動画上げますわ。とりあえずじゃあ最初から、監督プレイ、試合観戦、フィールドプレイ、あー CP 対戦でいいでしょう。設定オプションはどうする。とりあえずプロで、 CP の強さはとりあえずスピリッツで、それはとりあえず一番強いやつでいくでしょう。で、うちが選ぶのは、オールパシフィック、オールパシフィック対オールセントラル、 DH ありでいきましょうか。今年甲子園で、今年のオールスターどこでやったっけ、これなんだ、ハテナハテナハテナって、どここれ、これ学校でしょ、松屋坊ちゃん球場か、どこだ。もう俺が一番好きな球場って言ったら京セラドームだから京セラドームでしょ。これ何これ何これ何、黄色何これ黄色、どういうこと、なんか黄ばんでるんだけど、バグ、黄ばんでるんだがこれ分からん、なんでか分からんけど、ファン投票と監督推薦ってこと、これもしかして。俺の予想はそんな感じな気がする。なんかこれライブって何、41-13ライブ、ライブライブ43、山本でしょう、もちろん山本由伸でしょう。で、山岡は入れたい、千賀も入れたい、宮西の交換、有原入れたいね、平井はちょっと投げすぎだから休んでもらおう。で、有原、三馬の方がいいね。平井は一応入れとくか。三馬はいいや。野手登録とかあるのか、あ、二軍もあるの、ちょっと待って、ピッチャーの二軍見ようぜ。あ、いいのよ、唐川いらない、涌井、今井、甲斐の欲しいね、甲斐の入れて、宮西抜くでしょ。マスコロか、森唯斗欲しいな、でも不調か、これでいいや。じゃあ有原入れて、山岡入れて、三馬抜いて、で野手登録で島を入れるの、おかわりくん、おかわりくんじゃない、翔吾か。グラシアル、ショートこんなうまく、うまいの？あ、ギータ入れるでしょ。ギータ、鈴木大地抜いて、今見か。ショートが茂木しかいないのか。じゃあ今見入れてもいいな。それグラシアルにショートやらせるか。それか中村翔吾、ショートもできます。あ、源田見るんだ、ショート。翔吾でいいや、じゃあ。で、ショート源田でしょ？で、ギータ入れるでしょ。DH ギーターサード近藤、あ、レアード強えな、レアードいいね、よし。でも荻野外して、あー、外野デスパニー336、近藤外野でしょ。DH は誰だ、森くんキャッチャーでしょ、こんちゃんがサードも持ってもらうか、レアードの方がうまいか、サード近藤 DH か、ちょっともったいない、吉田 DH にするか、いや近藤でいいや。オーダー1番秋山、2番柳田、3番吉田、左左左が続くな、3番山川、4番吉田で、3番浅村、4番山川、5番吉田、6番レアード、7番森、近藤森、源田最強、マッチもいるしね、
島とかオールスター選ばれてたんだ。西川が意外とセカンドうまいじゃん。こんな守れたっけ西川さ、セカンド。セカンド失格なったイメージなんだけど。あー、回絶好調か。でもやっぱ森友哉の方が強いよな。これでいこう。コンピューターのオーダーもちょっと俺が決めたい。ちょ、オースラ絶好調打てないからやめよう。ちょっとやめてくれ。ハゲてるから青柳にしよう。ハゲてるから青柳にして。で、回るでしょう。じゃあ、筒香が DH でしょ。センター丸。近本ライト。近本レフト。あー、そうか。じゃあ、筒香で。近本 DH か。じゃあ、岡本 DH 入れたいね。周平はサードか。で、岡本サード。いやー、村上入れたい。村上 DH。で、ショートは坂本でしょ。で、2番ショート坂本。1番ファースト山田哲人。じゃあ、セカンド山田哲人。3番ライト丸、センター丸、4番鈴木誠也、5番筒香、6番岡本。ファースト誰使おう。ロペスか。弱いな、ファーストがちょっと。いや、強ロペス。7番ロペス、8番村上、9番梅野。ホームビジター、よし行こう。やってみよう。初めてのプロスピ2019。むずいのかな。とかスピリッツって強いのかな。強いよな。俺9年ぶりにプロスピやるんだけど、いい、いきなりスピリッツでも勝てるかな。勝つでしょう。もちろん、もちろん勝てるでしょう。あ、西と里崎か。よろしくお願いします。顔全然似てないけど、打ち方は結構似てるイメージなんだよね。選手にとってどんな意味があるんですか。シーズン中ですからね、まあ、気を抜くわけではないんですけれども、まあ、一つ楽しみな試合ですよね。ついよ、パリーグやばすぎる。ほぼセーブじゃない。ほぼセーブな件について。豊かな将来性と高い完成度を合わせ持ち、ファンの期待を一心にせよ振動、目の覚めるような剛速球とそれと変化球のコンビネーションを見る者を圧倒する。緩急ゲージは知ってる。ちょっと一回投げさせて。早い、ちょっと早いよな。早いね、ちょっと。こんなもんか。華麗なスイングでアーチを描いたと思えば、スピードを生かし果敢に盗塁を決め、ビギでチームの危機を吸う、圧倒的に実力を持つミスタートリプルスリー。やば、これ打ち方クソ似てんだよな、これこれ。いや、あんま似てなかったよ、山田は。これめっちゃ打たれるかな。ちょ、打たれたら変えよう、すぐ。あ、めっちゃ打たれる。源田、あー、取れないか。これスピリッツきついな。もしかしたら強すぎるかもしれない。あ、坂本の分読めなかった。走るよね、山田。バッテリーはちょっとプレッシャーかかってきますよね。本当にそうですよね。すげえ、坂本かっけえ。地面鳴らしてる。こんなとこまで似てんのかな。ゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。うん、そうですか。さあ、バッテリーどうやってくるのか。走ってるでしょ、これ。勝負ですね。決め球をいいところに投げれる。お、ファーストランク、原監督。あれ、原監督がファーストランクしてんだけど。ほら、原監督が、ほら、見て。ほら、セーフ。これ、絶対原でしょ。ここも牽制。セーフ。原監督がランナーコーチやってるのか。ランナースタート。キャッチャー送球して。させる。よーし。お、すげえ、解説。え、解説こんなこと言うの。進化してるね、めっちゃ。おお、すごい。なんだあれ、やばい。プロスピが進化しすぎてる。これもういい。テレビじゃんこれ。ゲームっていうよりテレビじゃないこれ。しかも変化球めっちゃ投げねえの。やっぱ里崎だからキャッチャーのこと言うのかな。いっぱい。ちょ、カーブ行こう。おお、ナイスピッチ。やっぱ山本っつったらやっぱこのカーブだよな。まあ、カットボールもいいけど。剣豪山本、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをオールセントラル打線がどう攻略していくか。危ない危ない危ない。インコース詰まりました。はい、オッケー。抑えれるね、スピリッツも。源田どうした。源田が急に走り出したんだけど。
これ解説もおもろいな、聞いてくの。解説聞くのも全然喋ってくれないんだけど、全然喋ってくれないんだが、オールセントラルマウンドに上がるのは先発の解説喋ってほしいね。チームに勢いをつけることが、じゃあ青柳なら打てるでしょ。秋山、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。おい、あ、そっか、丸だ。バントどこ、バント丸、これか。おー、さあ流し打ちとかあったな、ちょっと流し打ちしよう。ウェイ、抜けてるね。おいおいおい、でもインコース来るね。すごいな、これ。おい、これカチ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 ある。プロスピってカチカチあったっけ。おい、見てるね、見るね、見るね。さあ、これで決まるのか。おい、いきなりフォアボール。フォアボールです。ノーアウトから先制のランナー。解説が喋んなくなった。いや、そうですね、あ、喋った。チャンスですよ。はい、そうですよね、チャンスですね。ちょっと待って、ギータ俺ライトにしてるんだけど、大丈夫、大丈夫だよな、だよな。やっぱセンター秋山だよな。走ろう。さあ、初球は何か。まずはアウトコース。次ストレート来るから、次は走らない。ストレート狙う。気をつけたいですね。うわ、チェンジアップか。そうですか。打つのむずくね、これ、めっちゃ。めっちゃむずいんだけど、打つの。ちょ、戻って戻って。梅野が抑えています。ワンアウト。クリーンナップが登場します。バッター、むず。ワンアウトになっています。初球は何で来るか。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球。ああ、センズアウトだ。アウト、ボール失敗。どうやってカチカチするのこれ。行ったんですが、スチール成功とはなりませんでした。今のスタートめっちゃ良かったよ ね、 でしたね。なんで、西さん、今の盗塁どうだったんでしょう。よし、うわー、むずい。取ってスリーアウトです。今の行ったと思ったんだけどな。2回の表、2回に入ります。オールセントラルの攻撃。ひょうきんな性格が1点、打席のオーラは他は圧倒。鈴木誠也怖いな。得点に動きはありません。3割2分30分えています。さあ、里崎さん、やば、打ちました。やっぱ、はい、やえ、ホームラン、先制ホームランです。オールセントラル、オールパシフィック、痛い一発を浴びています。今の入る、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。オールパシフィック先制。やっぱ原監督だ、一塁ランコ。エグ今の。悔しい一発を浴びてしまいました。やば。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃と行きたいところ。結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。アウトコース低めのストレートをあの弾道でホームラン入るの。ホームランが飛び出して先制点を奪われています。バッターは5番筒香。なんだアウトコース低めはあんな簡単に打てんだ。アウトコース見送ってストライクです。次が2球目。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。あっという間に2ストライクで、これは入んないでしょう。打ち上げました。宇宙間へ打球伸びる。オッケー、掴んでワンアウト。バッターボックス岡本、ワンアウトになっています。ここで岡本、怖いな岡本も。まず何を投げてくるか。危ない危ない危ない。ちょ、カーブを有効的に使っていこう。引っ張った、ありがとう。サードが取る。はい、オッケー、うまいね。送球もいい送球してるよ。ロッペ、カーブ、あ、やべ、高めに。あ、やばい、これ大丈夫か。鈴木誠也のあの打球のレベルおかしいって、絶対バグだって。あれなんだあいつ。しかしこの回、2回の裏、さあ、オールパシフィック。山賊打線って公式なんだ。公式、コナミ公式も言っていいんだ。あ、南ジェじゃないのあれって、もともと。あ、めっちゃ似てる山川の打ち方。山川の足の相方見てる。でも山川細くね、これなんか。打てる気しねえわ。追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたい。打てる気、マジで打てる気がしねえ。まあ、ここは狙いも決めつつ、それ以外にも対応する感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。いや、もう強振でしょ。さあ、仕留めホームラン狙いでしょ。いやー、むずい。これロックオン、あ、ロックオンないの。ロックオン、ちょっとロックオン。あ、吉田、じゃ一回ちょっとロックオンしてみていい。ちょっとな、一回な、一回やって、一回やらせてくれ、一回ロックオンレベル5。一回だけ。ちょっとお試しでどんな感じなのか。初球は何から入って、ちょっと吉田でホームラン打ちたいし。初球ボール。
よし、なんか全体的に細いな選手。インコース詰まりました。全然打てない。ちょっと待って。ツーアウトです。打てるまで。バッターは6番レアード。あ、レアードも似てる。構えめっちゃ似てるね。まず1球目。体格がちょっと似てないな。初球打ち。お、いいね。1人だった。ランナー出ました。オールパシックです。ちょっと同点に追いつきたい。コンちゃん。バッターは DH 近藤。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいね。入る？入らんか。レアード走れ。センター深いところ破っていきました。二塁送球。オッケー。バッターランナーは二塁まで進みました。さあ、そしてバッターボックスには森が入ります。打てる星の再来を予感する。さあ、一打逆転。うん、なんかあんまり似てないな。全体的に細いよな。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。いい当たり。飛んでいる。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。まず同点な。ちょっと強振使ったから逆転はしないであげろ。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。でも強振は分かった。大体分かった。大体感覚掴んだから、とりあえずもう大丈夫。もうやれる。俺はもういらない。 1だけ。あ、いや、いらない。いや、もういらない。俺は強振なんていらない。打てる。源田徳能めっちゃあんの。これではバットが出ません。むずい。これが2球目。うまい。いやー、走れ。いやー、一塁アウトで3アウト。やべ、打てる気しね。オールパシフィック貴重な得点が入りました。村上積極的。あ、村上似てる。めっちゃ通信打てないでしょ。村上、これが一軍のツーシームだ。キレのあるいいボールでしたね。これが一軍のエースだ。はい、簡単に手玉に取ります。顔似てるな、村上。めっちゃバッターは9番に入っている梅ちゃん。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球で、こっち掴んできました。得意のボールでストライクを取りました。え、入る？それ、それはない。ちょっと、あ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、オールパシフィック勝ち越しのランナーを背負った場面です。山田テスト苦手なコース多くね。セットだと投げにくいな、やっぱり。まあ、そして彼には154キロ。はい、オッケー。見逃しで三振を奪いました。そして坂本怖いな。ツーシーム、これ引っ掛けてくんねえかな。初球ボール。あー、むずい。ボールになります。ボール先行です。152キロ。力のあるまっすぐですね。はい、低めにストレートが。あー、やばい。これ入っ、ハブに切れ。よかった、よかった。ここフォークだな。あー、というところでした。うーん、1球カーブ外したい。インローボール。3ボール2ストライク。で、フォーク。あ、これ入った。これ入った。これは入った。うん、しょうがない。この回2点ビハインドに変わります。セットだとむずいな。アウトコース、ストレートが決まっています。感覚をつかまないと。セットじゃなかったら投げれるんだけどな。はい、変化球が決まっています。ノーボール2ストライク。あ、打った。大きな打球になった。スタンドが届きません。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。丸打った後クソ似てたな今。二塁到達。ツーアウトランナー二塁。あ、怖い。こいつ、オールパシフィック、こいつ敬遠してもいいな。背負った場面です。まあ、ここはしっかり抑えて。最悪ボール球でいい。なるほど、そうですね。まあ、バッターは典型的なプロヒッターですから、そこを逆手に取ったリードが有効でしょうね。はい、おお、どういうことだ。アウトコースか。おー、ファールで粘ってくんぞこいつ。ツーボールツーストライクです。アウトコース、これは見送ってボールです。いや、最悪別にファーボールでいい。オッケーオッケー、全然大丈夫。こいつ怖いから。まず初球スプリット。初球チー。おおおおおお、よし。秋山が抑えてスリーアウトチェンジです。2点取られたから2点取り返さないといけない。3回の裏に入ります。オールパシフィック打順よく1番から始まります。ちょっと待って、1やらせてくれ。いや、
3ぐらい、3ぐらいがちょうどいいかもしれない。当たる当たる、よし。ああ3ぐらいがちょうどいいのかもしれない俺には。止まんなが来ねえかな。守備ポジションやば、柳田シフトなんてあんの。何それ。さあ2球目は何か。打ちました。ああ柳田シフトにはめられた。センター前じゃんそれ。誰シフトがあんの。吉田正尚シフトがあんの。浅村シフトはないの。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。浅村は広角打法だからないのか。2アウトランナーありません。入れ。この回のオールパシフィック打線ですが早くも2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね。バッター岡本、走れ走れ。岡本なら落とす。あー3アウトチェンジです。今日3ぐらいがちょうどいいのかもしれない。あーもう帰らないといけないのか。なんで三馬がいるの。俺三馬抜いたはずなのに。もうピッチャーいないんだけど。もう使いたいピッチャーがいねえ。カイノでいくか。なあなあ。あれ、俺もしかして、オフと控え投手逆にしてた ?7、4、5、6、7、8、9。山本由伸使ったらもう使いたいピッチャーがいないんだけど。これから4回、オールセントラルの攻撃です。ルーキー、カイノ行こうぜ。バッターボックス、岡本。ガンガンストレートで攻めていこう。サードゴロに倒れています。打ちました。レフトに大きな打球。レフトが追いかけますが頭を越えました。よシングルヒット、シングルなので全然大丈夫。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスロペス、先ほどの打った左中間に大きな打球。これはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。まずいぞ。ランナーは2塁まで進みました。まずいぞ。さあそして打席には村上が入っています。さあ追加点は許したちょっと待って。ああ弾丸ライナーだ。入りすぎじゃない、全体的に。ご覧いただきましょう。もう禁断の手を使うしかないな、ここは。あれお任せって、あプレイ内容に変わるんだ。じゃあお任せにしよう。簡単なやつないの。ちょっと許してよ。これはこれもお任せにしてほしいんだけど、とりあえずレベル2でオーナーシャス。初心者いきなりす、あこれはちょっと簡単すぎるわ。これはダメだ。ピッチングはちょっと俺意外とセンスあるわ。なしでいこう。これはピッチングはガチでいく。ノーガード戦法でいこう。あ取って取って、1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。ノーアウトランナー2塁です。打順は1番に返ります。バッター山田、まあ、これだから多分山本由伸がクソ投げやすかったんだろうな。ピッチングをしてくるのか。あこれドーナツみたいなところに入れたらいいのか。分かった、やっと意味が分かった俺。153こういうことね。じゃあダメか。浅村一塁送球します。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは2番坂本。先ほどの打席では勝ち越しとなるツーランホームランを放っています。まあバッター打ったー。レフトが追いかける。ぐんぐんだ、入ったー。ここで一発になってしまいました。打順は3番丸。いやオールスターイニング途中で変えることはかわいそうだ。はい、そうですね。ここはしっかり源田、うーまやばい。こいつなんだ、こいつなんだ、あいつが飛び出しました。バッターはエグ続き。前の打席ではフォアボールを選んでいます。よしピッチャー、これはどうか。ピッチャーが取る。よしオッケー。アウト、3アウトです。しかしこの回5点取られちゃった。これから4回のトコだか。2番手はバッターボックスに入り、ホームラン打ちたい。俺も先ほどの打席は俺もホームラン出してくれ。オールパシフィック点差が離された。それは打たない。10番4回の攻撃です。4点差だからね。塁に出て繋ぎたいところですよね。本当にテレビみたいだな。ここで少しでも点を入れておかないと苦しいでしょうね。確かにその通りですね。ナイスピッチ多くねえか。さあ4球目は何か。高めに外れます、まあ、ここもうちょっと甘い球来ないの。甘い球ますが明らかなボール球は見極めたいですね。うん、なるほど、そうですか。オッケー、粘ってこう。甘い球、甘い球、甘い球来ない。走れ、おかわり君。
坂本なんかしろ。いやバッターボックス吉田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。あ、トコダは対左弱いんだ。それ初球から積極的に行きましたが2アウトとなっています。バッターは6番レアード。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、オッケー。これは大きい、伸びていく、入れ、センター深いところを破っていきました。二塁へ送球。あ、ダメだ、ランナー出ました。オールパシフィックです。2アウトランナー1塁。バッターは今日 DH に入っている近藤。先ほどの打席、いやこれはショートライナー。5回の表にちょっと禁断の手を使おう。オールセントラルの攻撃。バッターは5番都合。先ほどの打席はとりあえず追いつこう。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。156キロ。下位の2イニングがないな。リリーフで行こう。高橋コーナー、増田、高橋、平井、あー増田で、あー見たかった増田のやつ。これが1球目。あのめっちゃ投げやすいこいつ。源田取って、源田うめえな。1塁アウト。打席にはこいつめっちゃ投げやすい。岡本、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。スライダー外れます。おお、すごい、増田こんな投げ方なんだ。一球カーブを外そう。あ、でも大丈夫、でも大丈夫。よし、変化球を打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターは7番ロペス。先ほどのストレートでガンガン攻めていく。オッケー。あ、ちょっと誰、打球は落ちるか。どうだ、ヒットになりました。2アウトランナー1塁。バッターボックスには指名打者の村上。得意なコース。先ほどの打席でスリーランホームラン。はい、打たれました。ワンバウンドヒットになりました。オールパシフィックピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。バッターボックスは9番梅野。まあパリーグとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい。うわ、狙っ打ち。さあどうだ。よし、オッケー。とライナー掴んでスリーアウトチェンジで。なんとかも知って。これから5回の裏、ここで森友や。オールパシフィックの攻撃。バッターボックスめっちゃ汚れてるな。先ほどの打席で一時同点となるタイムリー。よし。打ちました。いやー。積極的に行きましたがライトライナーに倒れています。ワンアウトです。源田。バッターボックス源田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずワンアウトを取っています。山田。全然打てない。一塁アウト。打順はトップに帰って秋山。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。よーし、ヒットになった。打球が上がんないな、全体的に。もっと打球上げたいんだけどな。パワー A、 ミント A、 走力 A。 先ほどの打席はショートゴロに倒れています。なんだこいつ、抜けろ抜けろ。いやー抜けないか。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。そんなのあるんだ、すげえ。テレビじゃんもう。初球から狙っていました。オールパシ、これはエグかったな。先手を取られます。なんであれが入んだ。しかしオールパシフィックすぐに反撃に出ます。逆転のランナーを置いて8番バッター森、左中間へのタイムリーヒット。めっちゃ打ち方似てる。ここで追いつきました。得点圏にランナーを置いて打ち返すも内野ゴロ。ちゃんと実況も入るんだ、すごいね。オールスターゲームは増田も1イニング投げてもらおう。オールセントラル打順よく増田使いやすいよ。バッターは山田。先ほどの打席はセカンドゴロ。ストレートのコントロールがいい。これは大きい、伸びていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭上位打線えぐいって。どういうバッターなんでしょうか。当てデッドボールって言う。大きいのも打てる。パワーとテクニック。もう無理だ。坂本はマジで抑える気しない。坂本と鈴木誠也はやばいわ。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。打席には3番バッター丸。これはどうだ。ヒットになった。ライトゴロ。さらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。打席には4番バッター増田。買いまたぎダメなのか、もしかして。ホームランを放っている。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろほどに。いい当たり、
三遊間抜ける、サードランナーホームイン、オールセン。打席には5番バッター筒香、これが初球打ちました。よし、ゲッツ。ショート取った、二塁を送ります。オッケー、一塁。尾形監督も喜んでるわ。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。オッケー、完璧には狙ってたな、アウトコース。めちゃくちゃ踏み込んできたもんね。11点差、奇跡の逆転勝利。浅村苦手なコース多くねえか、真ん中とインコースしか打てないじゃん。おい、なんだこいつらの守備は。変えてくれ。センター掴んでワンアウト。打順は4番山川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。抜けろ。先頭バッターを打ち取っています。ツーアウトになりました。打順は6つ。プロスピクソムセイダイヤフライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。打ちました。いや、打ち方、打った後めっちゃ似てるね。7、8、9。あ、高橋でもいいんだ、平井こうじゃ。セーブリレー。平井ってサイドスローなんだ。あんだけ投げてるらしいけど、あんまり見たことなかったな、平井は。ちょっとすっぽ抜けた感じです。平井って球速いの？打ちました。はい、源田の守備。打ちましたが、ショートライナーに倒れています。ワンアウトです。バッターは DH 村上。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、しっかり捉えた。ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン。ここでさらに梅ちゃんも得意なコース多いね。インサイド変化球、いいスライダー。得意のボールでストライクを取りました。スライダー連投するしかね。スライダーできました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。はい、ナイスピッチ。打順は1番。スライダーガン投げおじさんでいこう。さっきはツーベースを打たれましたからね。ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。うん、そうですね。ストレートを1球外に。よし、ボールでも振ってくれた、ラッキー。打球はフライになっています。ストレートに詰まって、取ろうぜ、こっから逆転優勝。マフガフ。オールパシフィックの攻撃。打順は6番レアード。今日はここまでマルチアンダーを記録しています。いいですね、今日は調子が良さそうですね。はい、やしい集中力を見せています。オールパシフィック、点差が離されて終盤7回の攻撃です。ミッサー、先頭バッターとしての役割。その守備いかがでしょう。もう終盤ですから、ここで打ちました。うまい、よーし、打ったバッター一塁、走れ、二塁に向かいます。こんちゃん走れ、よーし、いいぞ。ランナー出塁しました。つないでいこう。改めてお聞きしますが、つないでいきます。の森、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはホームランを狙っていく思いっきりのバッターですね。あー、なるほど。ホームランは狙えません、欲しがりません、勝つまでは。セカンドランナー3塁を回った。よーし、こっから10点取る。1点。バッターは9番源田。源田の守備見たら変えられないんだよな、あの守備。打ちました。あの守備見たら変えれない。あ、ちょっとタッチはアウト。これで2アウト。打順はトップに帰って秋山。さっきはしっかり捉えた、いい当たりでしたよね。はい、今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。触れてるらしいぞ、秋山。期待しましょう。よし、2球目打ちました。なあ、丸の守備範囲おかしい。掴んで3アウト。丸の守備範囲がおかしい。8回の表、オールセントラルの攻撃。打順は2番坂本。先ほどの打席高橋でいこう。ツーベースを放っています。さっきはしてやられました。オールパシフィック、ここでピッチャー。おお、すごい、二王だな。あ、もう坂本はすごい。ああ、これは大きい、伸びていく。取れ、打球は落ちそうだ。なんで中間深いところ破っていきました。なんで丸は取れるのに俺は取れないんだ。秋山は取れないんだ。先頭バッターを大きく外れてボールになりました。打ちました、痛烈。
帰ってこい。聞いたの5速球。もうこの打線嫌だ。おい当てるぞ。デッドボール。あもう踏み込んできたら。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。まあこの点差ですからね。ランナーよりもバッターですよね。なるほど。インサイド落ちました。このフライはどうだ。オッケー。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。オールセ。ストライクいらないのかな。もっとボール球でいいのかな。もっと際どいところ。先ほどの打席はショートゴロ。併殺打となってしまいました。低め外れました。高橋で100スアンダースローのくせに球速くね。インサイド落ちました。ゲンダ、取れない。しょうがない。ゲンダで出なかったしょうがない。オールパシフィック、さらにピンチになりました。ワンアウトランナー、ゲッツ取るぞ。バッターボックスには6番岡本。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。シュートでゲッツ取る。ヒットでランナー三塁一塁。痛烈、これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。14対2。オールセ打順は7番ロペス。こっから逆転勝利をするのはまだ誰も知らない。マジで絶対勝ってやるからな、こっから俺は。バッターボックスには指名打者の村上。先ほどの打席でソロホームランを放っています。あんまりインコース踏み込むと当てるぞ。デッドボール。2球目打ちました。取ってヒットになった。ホームに送球する。オールパシフィック、さらにピンチになりました。ワンアウト満塁です。打席には9番バッター梅野。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。オールセン打順は1番に帰ります。バッター山田。初球はストレート決まっています。内へ、これは決まった。ストライクを先行させていきます。追い込みました。インコースを厳しく攻めます。打ちました。よし、オッケー。ピッチャー取った。一塁へ送ります。あと何点。アウトでスリーアウトチェンジです。しかしあと14点2イニングで。よし、いける。8回の裏、追いかけるオールパシフィックの攻撃。バッターボックスには2番柳田。長そう。今日はまだ当たりがありません。前の打席は引っ張っちゃダメだ、ね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。もちろん。オールパシフィック点差が離されて8回の攻撃を迎えます。バッターボックスには3番浅村。強振やめます。今日はまだ当たりがありません。先ほどはよーし。抜けていきます。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには4番山川。山川強振しないとダメでしょ。いやーこれ取られるんだよな。これがこれが取られるからようわからんだよな。どうやって打てんのあれ。5番バッター吉田。吉田もホームラン打ちたい。当たりがありません。前の打席は淡谷という打球でしたよね。これ入った。宇宙間に強い打球。この当たりはどう。いや入らん。宇宙間真ん中破りました。ホームに帰ってこい。ナイス、オレーいいぞ浅村。6番バッターレアード。タイミング遅いのが全体的に俺。これだ。いやこれ完璧なタイミング。なんで完璧じゃないか今の。当たりが良すぎた。点差を縮めていきます。オールパシフィックが得点しました。ゲームは9回に入ります。松井ゆきでいこう。バッターは2番オールパシフィック。魅惑のドクター系だから真っ赤っかなんだよな坂本。アウトコース決まってストライク。はいや、あっという間に2ストライクです。えぐいこいつ松井家、えぐい。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。いやめっちゃ似てる。打った後どうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになった。宇宙間へのヒット。ワンアウトランナー一塁です。4番バッター鈴木走ってきた。キャッチャーは二塁へ。アウト。ボール失敗。ナイスボール。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。あ、レフトに持っていった。外野ヒットになりそうだ。頭上を越えた。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーてか丸今は丸お前13点差でバッターボックスはダメでしょ盗塁したら。前の時はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングがしっかり捉えた。これは大きな打球。取れ秋山取れ。よーしナイスキャッチ。
ナイスキャッチ、25安打打たれました。こっからちょっとマジで逆転しよう。バッターは近藤、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。それいやーしのげだ。こっから繋いでいく、こっから繋いでいきます。俺は流し打ち以外で打てる気がしない。それこれでしか打てない、俺もこれしか打てない。レフト前ヒットしか打てないんだけど。源田も変えよう。ゲタレ石川、バッターボックスには代打の西川、ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。主演の打撃西川好きなんだよな。智弁和歌山最高の、あ似てる。変化球抜けろ、ゲッツーだけやめてよ。足が速い、走りたいけどな、怖いしやめとこう。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。よっしゃー、よっしゃー。残念ながらオールパシフィック敗れてしまいました。さてオールスターゲーム初戦が終わりました。さすがプロというプレーが随所に見られたのではないでしょうか。第2戦はどんなプレーを見せてくれるのか非常に楽しみです。ペナントやるべ。いやペナントだわやっぱり。いやペナントでしょ、やっぱペナントの方がいいから。ペナントやります。スパイなら明日、また明日ね。